こんにちは、ももです。今日はアゲハの休止撮影なんですけど、なんと新しく私の仲良きのケナポヨが入るということで、みんな多分やりたくない企画、抜き打ちの企画をやらなきゃいけないっぽいので、洗礼ですね、アゲハ。はい、本当に体重も結構やだ、普通にけど、みんな我慢してやってるので今回、ひなちゃんもやってもらいたいと思うんですけど、体重とネイルとバッグの中身と私服、あと所持金5個もある、抜き打ちが。一応遅刻はちょっとこっそり見てたんですけど、はい、セーフでした。よかった、安心でした今からティナちゃんにやってもらおうと思います。それで、おはようございます。おはようございますアゲハに入っていうことで、はい、おめでとうございますありがとうございます。お世話になります。今後もよろしくお願いします。みんなですね、体重、ネイル、私服チェック、所持金、バッグの中身、マジでやってんの、ちゃんと。本当に抜き打ちなんですね。結構抜き打ちかも。何も聞かれてない。そう、まあ、やっていただかないといけないということで私服からいきますか。からの方が可愛い。でもビトン、そう、ビトンで今日はめっちゃ可愛い。揃えました。この後は後半だから、そう、かわいい。これお気に入り。かわいいけど。そうなんです。全身ビトンですね。はい。バッグの中身いきますか。ネイルは、ネイル本当に見せたくないんですよね。ネイル。昨日本当は予約取ってたんですけど、満席でできなくて、で、こんな感じ。なんかハートになってる。じゃあちょっと伸びてるからね、本当は嫌なんですけど。でも綺麗です。綺麗。ありがとうございます。さすが。で、バッグ中身。バッグの中身、てかさ、バッグめっちゃ可愛いよね。今日はピコタンです。赤が似合いますね。嬉しい。メイク道具とジップロックに入れてます。なんでジップロックってさ、ジップロックにさ、メイク道具入れるの？清潔感を保ちたくて。で、これはなんか薬とか、鼻シュッシュとか入ってます。あ、いつものセットね。はい。で、所持金は…ね、お金なんでさ、生でさ、入れてんの？そうですよね。はい、うん、思いました。財布ない？財布ないんです。え、なんで？今ちょっと、切らしちゃって財布切らす？はい、切らすんだ。あ、所持金15,000円。はい。いつも現金かカード？カードですね。カードだよね、やっぱ、はい、領収書。今日もですか？全然違います。2月18日以上。あれ、少なくない？同伴時期はもうあんま持ち歩かないです。そうなんだ。プライベートは結構もっとラフだよね。うん、もっとラフ、もっとちっちゃい。お仕事ティナちゃんってことですね、はい、今日は。じゃあ最後に体重を。体重とか、はい、私結構控えてたんです、体重を。え、非公開に？非公開にしてたんですけど、うん、みんながやってるということで。靴下は脱ぐの？脱がない。脱いでも脱がなくても。やばい。ちなみに身長は148cm です。148cm ですね。かわいい。軽くない？ご飯食べたんで40ぐらいですね。40ぐらいですね。いや、軽いよ。いや、軽くない。何がやばいの？ 148cm なのに。いや、軽いよ。40kg ないみたいな。41kg でした。はい、はい、ということで抜き打ちやってもらったんですけど、これが結構まず年2ぐらいであります。あ、でも年2なんですね。年2ぐらいだよね。体重年2で、それぞれ年2ぐらいでありますね。へー。ただ急に来るということで、急に気が抜けない感じなんで。だからまあ家の時は体調悪いですから、言える打ち合ったり、はい、してください。はい、わかりました。かわいい。発色的にはちっちゃい方がいいかなと思って。違います。素人なこと言ってるかもしれないんで。え、どうだろう。可愛いと思います。素敵です。動きが多めだなと思いました。え、昔から言われるんですけど。あ、そうなんだ。結構抑えてる。ちょっと動きが激しいみたいな。全体で伝えるからって言って、外人みたいな。外人みたいな。昔から言われる。というか。時間と癒し。時間と癒し。そう、確かに。私癒したもん。そうです。ももちゃんの愛があれば大丈夫。だよね。報告があります。ももさん、結婚しました。イエーイ。みたいな衣装です。ですね。かわいい。
私ラーメンと餃子食べて、やばい、お腹大丈夫です、隠されてます。隠されてそれもご報告。はい、新しい脂肪が授かりますみたいな感じですね。かわいい、嬉しい、かわいい、漏れてる、漏れてませんか。かわいいです、ラーメン食べたの。ラーメン食べたの。はいよ、だった。先日ちょっとご飯控えました。先日ちょっとムクムクがされたご飯食べました。めっちゃかわいいです。めっちゃかわいい、かわいい、こっちよりかわいいかも。そんなことないですよ。笑ってるのもかわいい。かわいい、かわいい。ティナちゃんが抜き打ちしてくれました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、高評価とコメントとかお願いします。お願いします。バイバイ。